マウスタウンロディトリタの大冒険は2006年のアメリカ・イギリス合作のアニメーション映画アードマンとドリームワークスの共同制作による劇場用長編アニメーションの第3弾作品これまでの2作がアードマンの持ち味であるストップモーションクレイアニメだったのに対し今作は全編 CG アニメとなったネズミのロディはロンドンのお金持ちの家で暮らしているペット ある日、地下で暮らしているシドがロディの家に侵入し、ロディは追い出そうとしたが、逆に地下に流されてしまう。ロディがたどり着いた場所は、ネズミだけが暮らすマウスタウンだった。役名、俳優、日本語吹き替え。その他、小又に正男、天田正人、杉本進むかな、日野美穂、宮沢正、松山隆朝倉英介、木川恵里子、宮下文一。 下和田アダ西博子、金田美香、小山美香、市木美奈子、松山実写、川正美幸、大悟正志清和優子、東條香奈子、原田舞、山口登るアメリカでは、2006年10月29日に、ニューヨークで、ワールドプレミア上映会を開催した後、同年11月3日に3707巻で、劇場公開されて、週末興行収入ランキングで、 初登場3位となった。イギリスでは2006年11月23日にロンドンでプレミア上映された後、同年12月1日に劇場公開された。日本ではニューヨークでのワールドプレミアより早く、2006年10月22日に第19回東京国際映画祭の特別招待作品として東方シネマズ。 六本木ヒルズのスクリーン7で上映され、デビッド・バワーズとサム・フェルリオ監督とドリームワークス、アニメーションの最高経営責任者、ジェフリー・カッツェンバーグも来日し、舞台挨拶が行われた。その後、2007年春に全国ロードショーの予定だったが、劇場未公開のまま DVD が発売された。ロディの部屋には、マダガスカルシリーズのアレックスの人形が置いてある。 2007年6月に任天堂 d DS よりザネズミのアクションゲームマウスタウンロディトリタの大冒険が発売された。ありがとうございます。